はい、レオンチャンネルです。本日、2023年3月10日、何の日ですか？そう、レオンチャンネルの10周年の日でございます。僕、YouTube、もう10年やってるんですよ。すごくないですか？そして、10周年はこの、レオンチャンネル10スのロゴも作っていただき、ここ数年は特に3月10日に何も発表とかありませんでしたが、今年はちゃんとありますよってことで、はい、そんな10周年の日に発表されるのは、どう？はい、こちら来たー！レオンチャンネル、あーアートソフビにハマりすぎてアートソフビ化計画始まりました。ってことで僕レオンチャンネルアートソフビなります。今まさにこれほら開発進行中と書いてありますが、しかもあのソフビ界で有名なワンナップさんとのコラボレーション、そして原型が小林康之さん、康之小林と書いてありますが、小林康之さんをお迎えしてレオンチャンネル10周年の目玉企画として本日情報解禁となりました。これが予告してたやつね。いや10周年何か新しいことやりたいなとか、立体物何か新しいもの出してたらいいなっていう風に思っておりましたが、いろいろタイミングが噛み合ってなんとアートソフビ化させていただく運びとなりました。でこれ上から見ていきましょう。ワンナップさんですね。毎度いろいろソフビ購入で、あとショップの撮影とかでお世話になっております。ワンナップさんとのコラボレーションで今回実現しまして、でレオンチャンネルロゴがあって、その横にテンスのね、もうテンスのロゴをどんどん使っていきたい。2024年末まで使っていく予定なんで。でここにね、もうシルエット、この謎のシルエット何、また僕のフィギュアといえばネンドロイドレオンチャンネルが有名ですが、あちらはあちらで今回のフィギュアと共存できるといいなっていうので、サイズとかシルエットをかなり差別化してて、今回のアートソフビが全高11センチの予定なんですよ。で肉付きも全体的に良くって、マフラーのシルエットがないのはね、ここはねあえてのことで、ちょっとまた順次情報解禁しながらその辺は説明していきますが、ネンドロイドはね全高10センチなんですよ。これよりおおよそ一回り小さいって感じかな、横に並べたら。で開発進行中で、今もうまさにね結構進んでる。即発売ってわけにはいかないけど、まあ何ヶ月後かにはなると思いますが、原型が今もう大体決まりましたので、まあそこからあとはそのワックスとか金型作りとかね、今後はあるんだけど、その後塗装用のマスクの制作工程とかまたありますので、まあ本当に順次開発中って感じですね。開発進行中、カミングスーンと書いてあって、もう原型はね小林さんにねやってほしかったんですよ。カレゴンとかね、みかんカッパーとか、他にもね名だたるいろんなフィギュアの原型をされてて、あの小林康之さんに原型を作ってもらってソフビ化したいみたいな思いがあり、ただねこれね断られたりとかして、ちょっと僕あの仕事が今予定がいろいろ詰まっててみたいな、でそういうところをワンナップの足川さんにサポートしてもらったりとかして、もうサポートしてもらう流れでちょっと監修もしてくれませんかみたいな、まあ企画とか、あとこういうコンセプトで行きたいとか、大まかなデザインは僕が考えて、でそれを小林さんにいろいろ 3D データで作ってもらって、であこれそう出力してもらったこのプロト1なんですよ。これ一番最初のプロトタイプで、まあちょっとずつのプロポーション修正とか入ると思いますけど、でそこからそのワンナップの足川さんに見てもらって、これがソフビの金型として抜けるのかどうかとか、要は僕としてはこうしたいんだけど、それは抜けますか抜けませんかとか、そういう相談があり、ここは修正した方がいいねとかで総合監修してもらってって感じで、まあもちろんウームのコピーライトも入っておりますが、メインとしてはその大人3人でああでもないこうでもないみたいなことを今やってる状態でございますので、これまでレオンチャンネルグッズをねいろいろ持ってる方でも、あまたこういう切り口で来たかっていう風に言ってもらえるようなものを鋭意制作中ですので、どうぞご期待ください。なので本日が本当10周年ということで、この日を玩具 YouTuber としてこの日を迎えられたことを本当嬉しく思います。皆さんの応援と、もう本当に見ていただいてる、コメントいただいてる皆さんのおかげでここまで来れましたので、10年、もう10年来れたら15、20、20は分かんないけどね、15はいけるんじゃないの。まあ今ね YouTube もいろいろ言われてますけど、僕は嬉しいことに再生数っていうのはほぼ変わってませんので、まあこのペースで続けていけれたらなと思いますし、去年から10周年近くでいろいろ LINE スタンプだったりとか、ファンとのあの交流イベントだったりとかで、あのアクスタとかね、ラバキとかも出ましたよね。ドラポリゴンとのアートソフビコラボがあって、でそこから今回自分のレオンチャン
ネル本人の後ソフビ化計画を、それ以外にもなんか聞くところによると、あの瞬殺しちゃった、あれそういう本あるんじゃ、ちょっとなんかこうそういう雰囲気があるっぽいのとか、あとなんかレオンチャンネル他にもさ、あのハマってるアートソフビーとのコラボ、あれなんかあるんすか、どうなんすかみたいなのが あったりとか、あ、てかあそことのあのあれどとかとかね、ちょっといろいろね、またあの3つぐらい他にもね企画がまた進行しておりますので、10周年の今年またいろいろと皆さんを楽しませていけるんじゃないかなと思っておりますので、玩具レビューとはまた別のベクトルでそういうので盛り上げれ、自分のね、自分の10周年を自分で盛り上げるみたいなね、そういうことをできたらいいなと思っております。なので10年、いやもう最初から見てたぜ、いや途中から見てたけどこの動画良かったぜとか、10周年お疲れ様ですとか、この発表のねツイートをしておきますので、ぜひリツイート、あ、なんか盛り上がってるなみたいな雰囲気をねより出したいんで、あのこの後のツイートもぜひリツイートしていただければなと思います。ということで、10年 YouTuber でこう一線をずっと走り抜けてる人ってほぼいないんですよ。いやー、やりきったわそして今後もやりきりたいと思います。以上、レオンチャンネルでした。ご期待くださいませ。